中学校の部活動がなくなるピーク時の半減。谷口修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは。四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、中学校の部活動についてお話をしていきたいと思います。というのもですね、この中学校の部活動、これからいろいろちょっと変わってきそうですよっていうことがね、分かってきましたので、今四日市における中学校の部活動のね、ちょっとした現状と、そしてこれからの方向性、こういったところをね、皆さんにお伝えできればと思います。これはですね、実は四日市に限らず、全国的に変わっていきそうですので、ぜひ四日市に限らず情報収集していただければと思いますので、お願いいたします。まずですね、この中学校の部活動、特に運動部なんですけど、ここがね、いろいろ課題があるんですよっていうところがあります。もうね、これはもう皆さんもよくご存知かと思うんですけど、一つはですね、子供の数が減ってきていることによってですね、部活動、なかなか団体競技が今できないんですよっていうことが一つ。そしてもう一つは、先生たちの部活動の負担がもうこれかなり重くのしかかってますので、この学校の先生たちの負担軽減、この2つが大きく取り上げられて、この中学校における部活動、今後どうしていこうっていうのはね、さまざま議論がされているところなんです。まずはこの中学校生徒数の激減っていうところなんですけど、これはね、少子化に伴ってっていうことで、全国的にどれぐらい減っているかっていうと、ピーク時昭和61年には589万人いたのが、令和3年には296万人、およそ半減しているっていうことなんです。四日市でどんな状況なのかなっていうところをね、まずは見ていきたいと思いますので、四日市中学校、そして小学校、幼稚園、そういった生徒数がどのように推移しているのか、ぜひ見ていただければと思います。どうぞ。このグラフが四日市市における昭和45年から令和3年までの児童生徒園児数の推移になります。一番多かったのが小学校で、昭和56年 27,837 人で、中学校は昭和61年 13,967 人で、幼稚園は昭和53年の2331人になります。このね、表には記載がないんですけど、一番直近令和4年はですね、小学校が 15,253 人で、中学校が 7,564 人、幼稚園は294人ということになりますので、およそですけど、小学校ピーク時に比べると 54%、中学校もピーク時に比べると 54%、幼稚園に至ってはピーク時より 12% っていう、このような数字が分かってきます。そうなんです。皆さんいかが感じましたでしょうか。やはりこれは四日市も全国と同じように、およそ半減しているっていうのがわかるかと思います。ピーク時考えられていた部活動からね、やはり大きく転換していかざるを得ないっていう状況が見てわかるかと思います。ちょうど私昭和53年生まれですので、大体ピーク時っていうかな、一番四日市で多かった時に小学校とか中学校とかね、過ごしてきていたんだなっていうのをこれを見て分かりました。ではでは、こんだけね、生徒数も減ってきている、さらに中学校の先生たちの負担軽減もしていかなきゃいけない、こういったことで、この中学校の部活動どうしていくんだっていうことで、実は国からですね、提言が出されて、このスポーツ庁からもこういう風にやっていきましょうよっていうことがね、少し発表されていますので、まずはそこをね、お伝えをしていければと思います。この表はですね、スポーツ庁から令和4年6月6日の運動部活動の地域移行に関する検討会議提言の概要っていうことで資料が出されております。まず課題に書いてあるのは、先ほどお伝えしたように、近年特に持続可能性という面で厳しさを増しており、中学校の生徒数が減少していると、深刻な少子化が進行していると、さらに競技経験のない教師が指導せざるを得なくて、休日を含めた運動部活動の指導
用が求められたりと、まあ、教師にとって大きな業務負担となっていると、まあ、さらに地域ではスポーツ団体や指導者等と学校との連携協働が十分ではないってこともね課題として挙げられております。まあ、これまでもねいろいろと対応してきたんですが、まあ、これから改革の方向性っていうのがね出されておりまして、まずは休日の運動部活動から段階的に地域移行していくっていうことが基本とされております。さらにこれ目標の時期なんですけど、令和5年度から開始され、まあ、3年後令和7年度末を目途に進められるということなんです。で、平日の運動部活動の地域移行についてはできるところから取り組んでですね、まあ、地域の事情に応じて休日の地域移行の進捗状況とも検証していくということになります。そうなんですね、まあ、この国に出された提言、まあ、資料を見ても分かるように、まずは休日の運動部活動から地域移行を進めていくということになります。まあ、これがね令和5年度から来年度から始まって、令和7年度を目途に、まあ、全て休日については地域移行、まあ、さらに平日についてもその状況段階に応じて、地域移行をしていくということになります。そもそもですねこれ地域移行って何ぞやってね多くの皆さん疑問に持たれているかと思うんですけど、これね地域移行とは多様なスポーツ団体等っていうことで、まあ、この中にはですね統合型地域スポーツクラブとか小学校でよくあるスポーツ少年団、あとはですねクラブチームとかプロスポーツチームの育成チームとか、あとは民間事業者とかフィットネスクラブ、大学などこういったところが地域移行の先として検討されているということなんです。これね、まあ、正直来年度からね、この地域移行進んでいくことになるのかと思うんですけど、果たしてね私実感としてこれ本当うまくいくのかなっていうところが少し心配もされるところになります。まあ、正直ね私自身が中学校の頃、まあ、サッカー部にね所属してまして、まあ、本当に先輩とか後輩とかね、それこそ先生なんかもね休日はもちろんですけども朝練があったりとか、土日ももちろん練習もありましたので、本当にねそういった部活動っていうところでしっかり育ってきたものにとってはね、これ地域移行されてクラブチームとかね、なんかスポーツ少年団とか、まあ、そういったプロスポーツチームとかフィットネスクラブとかがやっていく部活動、あまりねちょっと想像がつかないんですけども、まあやはりこれは時代とともにもちろん生徒数も減ってくる、先生の負担は軽減しなきゃいけない、まあ、そういったことがねさまざま議論がされて、まあ、来年度からいよいよ新しい制度がスタート検討されていくっていうことになりますので、まあ、ここはね少しちょっと広い目で見守っていければと思います。まあ、そういった中ですね、じゃあ四日市の部活動の今現状はどうなんですかっていうところがね皆さん気になるところかと思います。四日市の現状についてね少しお伝えをしていければと思います。まあ、もちろん四日市もね全国と同じように、まあ、生徒数の激減であるとか、まあ、先生教員の負担軽減っていうことから部活動ねいろんな取り組みを現在もうすでにね進めております。一つ四日市で進められているのが部活動指導員とか部活動協力員っていう方に入っていただいて教員の負担軽減っていうのをしております。まあ、これについてはですね令和2年度には4人で、令和3年度には6名、まあ、さらに今年度令和4年度については21校配置予定の18名の方に入っていただいて、まあ、教員の負担軽減っていうのを進められております。まあ、さらにですね統合型地域スポーツクラブっていうところとも連携をしておりまして、まあ、ここもね令和3年度には指導員6名、まあ、さらに令和4年には8名っていうことで、まあ、こういった部活動協力員とか指導員の方の協力を得たりとか、まあ、また統合型スポーツクラブの連携も図りつつ教員の負担軽減には現在四日市も進めているというのが現状です。そこで今のね四日市の中学校、まあ、22校あるんですけども、この22校部活動今ねどういった状況で何部があって何部がなくなっていくのか、こんなん部活動私やっとったけど今ないんかなとかね、まあ、そういったこともありますので、まあ、ぜひ四日市の中学校部活動今どんな状況になっているのか、この資料をご覧いただければと思います。この表を見てわかるようにこれが四日市の中学校における部活動設置部の、ね、一覧表になります。平成30年から令和4年の状況っていうことでね過去5年間が書かれているんですけども、茶色いところがその年度に廃部、まあ、部員がいないといった感じで部活動がなくなっているものになります。で黄色のねところはその年度に新入生の募集停止をしていく部活動になります。
なります。あと青色のところは記載年度に新入生を募集停止した部活動になります。こうやって見ても分かるようにやはり団体競技がねちょっと私もびっくりしたんですけど、私が所属していたサッカー部、まあなんとね今15しかないんですね。京北は令和1年、まあ、令和元年に廃部になってますし、富津原も令和2年ということで減っていっているのがわかるかと思います。まあ、さらにね軟式野球っていうのもね、もうこれ西笹川も令和5年には新入生の募集停止、ほぼについても今年度令和4年で募集が停止ということになります。でこれ見て一番多いのがどれかな、バレーボールの女子が21、バスケットボールの女子は18、ね、こういうところはまだ多いんですけど、ね、もう減っているところからするとハンドボールとかねソフトボール、まあ、こういったところは減っていっているのが見てわかるかと思います。いかがでしたでしょうか、ね、これ見てもらってもわかるように、まあ、残念なことにね各中学校泣く泣くですね団体競技とか生徒数部員数が減っているところについてはどうしても廃部にせざるを得ないっていうね状況になっているのは見てわかるかと思います。まあ、これもね何でもかんでもなくしていこうっていうことではなくてですね、まあ、あの四日市市ではこういった四日市市部活動ガイドラインっていうのもね作っております。まあ、ここにはですねこう廃部を検討する際のガイドラインとかね流れっていうのも記載されておりまして、先生とか PTA そういったところが協議をしながら、まあ、泣く泣くねそうせざるを得ないっていうことになっていくことになっております。まあ、ということでねこの部活動本当にこれから大きく変わっていきますよっていうところをねお伝えをさせていただきました。実はこの学校のね中学校における部活動については、まあ来年度からねこういった地域移行、休日における部活動の地域移行が進んでいきますよっていうのが、まあ、国を主導に進められていくことになりまして、四日市市としてこれからどうしていくのかっていうところになっていくんですけども、まあ、今現在部活動指導員とか部活動協力員の方お世話になっておりますし、まあ、さらに統合型地域スポーツクラブとも、ね、一緒になって連携をしながらこの部活動を進めております。まあ、そういったところもしっかりと継続をしながら国の、ね、提言に基づいてどうしていくのか、またこれは、ね、教育委員会中心にさまざま議論がされていくことなのかと思いますが、一番に考えられるのはもちろん子どもたち、中学校の生徒たちがより良いこの部活動の時間というのを過ごしていくのが一番かと思っておりますので、まあ、そういったところを中心に議論をしながら、また先生たちの負担軽減何ができるのか、まあ、そういった議論がこれから進められていくかと思いますので、また皆さんに決定したことについてはご報告をできればと思います。まあ、今回の国の資料とかまた四日市の資料とか、まあ、いろいろとご報告もさせていただきましたので、今回そういった資料についてはまた概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味ある方は概要欄からそういった資料一度ご確認をいただければと思います。まあ、ということで本日は中学校の部活動、まあ、現状と今後についてお話をさせていただきました。まあ、正直ね私たちが中学校の頃から本当に大きく変わっているんだなっていうことをね改めて実感もしました。まあ、というのもですね、実はうちの娘今小学校6年生なんですけど、まあ、来年度から中学校に入っていきます。まあね、部活動どうするのかな、まあ、本人が、ね、決めていく、友達といろいろ決めていくことになるかと思うんですが、まあ、選択するのもねだいぶ減ってきておりますので、まあ、そういったところもねちょっと興味関心を持ちつつ、本日はこのテーマを取り上げさせていただきました。またご意見等ございましたらぜひコメントいただければと思います。ということで本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。答え3番の8人でした。令和4年9月末現在、四日市の人口は前年と比べ何人増えているでしょう。1、3人2、30人3、300人4、3000人。答えは次の動画でね。運動会でかけっこは2番でした。だけど頑張りました。Bye! Thank you!